この YouTube ではテレビでは収まりきらなかった未公開シーンをたっぷりとお届けいたします。たらふく召し上がれ。いきなり農家クイズ。よいしょ、いきなりすぎてびっくり。はい、クイズですか。はい、そうなんです、はい、今日は北条さんとクイズを出したいと思います。あ、楽しみかな。うん、楽しみだと思います。うまくいけばご褒美、よいしょ。失敗すればすだちに抱っこ。なんでトゲ多いって聞いたよ、すだち。嫌やな、自ら刺さりに行くの。まあ、じゃあちょっと頑張って正解したいと思います。はい、はい、あの北条さんのところでは、はい、珍しいお名前の野菜があるそうなんですけれども、はい、どんなお名前なんでしょうか。夏の甲子園という野菜です。嘘やん。夏の甲子園っていうお野菜、こんなんあるわけないじゃないですか。何を言ってるんですか。夏の甲子園あるんですよね、ではクイズです。はい、夏の甲子園とはどんな野菜なのでしょうか。夏の甲子園でしょ。すごいなんか熱そう、なんか情熱的な、あの トマト赤いからトマトっぽいかな。夏のね、甲子園トマトこうやってかじってたらごつ爽やかそうに見えるじゃないですか。トマトかなって。まあ軽く外れなんですけど、あの、まあ、なんぼなんでも、はい、そう、この名前だけで当ててもらうというのはちょっと酷なので。いや、全然わかんないですもん、だって。はい、ヒントの会話を、はい、北条さんと一緒にその夏の甲子園についてしますので、そこから何かを汲み取ってお答えいただきたいと。わかりました。じゃあちょっと耳の穴かっぽじって聞いときます。はい、お願いします。会話。あの夏の甲子園って私大好きなんですよ。疲れた時とかにね、結構多めに塩でさっと湯がいて、おひたしにしてよく食べるんですけれども、甲子園を、はい、甲子園を。旗から聞いたら何の会話やってなりますけどね。北条さんは野菜ソムリエを、はい、あのされてますよね、はい、あのこうやって食べるといいよというアドバイスといいますか、おすすめの食べ方ってあるんでしょうか。あの緑黄色野菜なので、油と一緒に調理したら、あの効率よくそのものの栄養が取れると思うんです。ああ、栄養が豊富なんですね。はい、栄養豊富な緑黄色野菜でおひたしにする。あ、終わりですかこれで。私あの軸のところがね、特にね、はい、好きなんですよ、はい、あの先の丸いところも好きなんですけど、はい、あの軸のね感じがもうシャキシャキして好きなんです。分かった。え、もう分かったんですか。分かりました。これ当てに行っていいですか。外れたらすだちに分かるんですけど。いいですか。当てます、当てます。答えはブロッコリー。当たり正解だろ。嘘。え、ちょっと何の笑い。どっちどっち。当たり、当たりですっていう軸が、あのそう絶対当たりなんだ。軸があれで丸いとかって言ったらブロッコリーしかない。緑黄色野菜ですね、ブロッコリーね、緑色の。ほら正解きた。正解やね、キヨさん。答えは何ですか。小松菜です。全然ちゃうやんか。全然ちゃうかった。でもなんか色味はね合ってるから、これ正解にしてもらってもいいかなと思うんですけど、違いますか。優しい方を、そんなん言ってはいけません。わかります。じゃあ後ですだち抱っこの系で。はい、ありがとう。小松菜が夏の甲子園という名前で、あの出されてるってことですか。はい、なんでまたそういうお名前なんですか。種苗会社が紹介してくれたんです、夏の甲子園を。はい、ほう。どんなんか見せてもらったりってできるんですかね。はい、できます。ちょっと見たいです、はい、見たいです、見たいです。はい、はい、いいですか、はい、見に行っても。はい、はい、よろしくお願いします。
ちらです。はい、こちらに夏の甲子園があるということですね。これですか？めっちゃ陽気になってるじゃないですか。すごい、うわ、綺麗な緑、青青してます ね。いいですね。わーっていう歓声が聞こえてきそうですね。すごい綺麗ですね。小松菜もこの時期が最盛期なんですか？いや、一年中してるんですけど。一年中、あ、はい、そうなんですね、はい、一年中取れるんですか？はい、品種をどんどん変えていくんです。なるほど。いや、これで今だいたいどのくらい、何人前なんですか、これ食べるとしたら。かなりあります。結構ありますよね。パーティーできるじゃないですか。うわー、すごい。で、油で炒めて食べるみたいなこと言ってましたけど、はいはい、これが一番おすすめですか？とか、人参とか、あと油揚げとかと、はい、お浸しとか、あとごま和えとか、あ、ちょっとごまとか油揚げとか、ね、ちょっとこうコクと油分のあるものと一緒に合わすとすごく旨味が引き立つということなんですね。おお、なるほど。いや、ほんまや、軸あるわ。軸、私好きなんです、あのシャキシャキ。あ、軸あって上のね、丸い部分ありますね。ジュースとかにね、される方もいらっしゃいますよね。はい、そうですね。ほら、栄養ありそうな、いい色してます。美味しそうですもん、本当に綺麗ですね。そのままかじったりとかもいけるんですか、これって？そうです、大丈夫ですよ。はい、いきます。いいんですか？いいんですか？柔らかい小さい方をどうぞ。いや、ほんまにいいんですか？ここを、はい、抜いていいんですか？抜いてください。このまま引っ張っていいんですか？はい。おお、いや、ほんまにほんまに綺麗や。触ったらこう広がってるのをこうするだけでもうパキッていうぐらい、もうすっごい、もうほら、音がね、あ、うわ、めっちゃ新鮮な音するじゃないですか。なんか感動する。こういうなんかこう勢いのある野菜に触れるといいですね。では、ちょっと食べてみましょうか。いいですか？はい、あ、どうぞどうぞ。まるまるどうぞって渡されることもそうそうないですけど。あ、すごい、めっちゃみずみずしいですよ、これ。ほら、で、これ蒸した瞬間にこう香りがね、いいですよね。すごい、もうなんか、この中の、あの中に入ってるこの旨味とか、なんかうわーって美味しいですよね。いいですか、食べて。食感がめっちゃいいですね。あ、全然ね、実は私、食べてもいいですかって言ったもの、このまんま行くってどないやねんって思ったんですよ。全然食べります。全くね、臭みとかも全然癖がないですね。美味しいです。いや、いいですね。もう、おひたし1000でいいんちゃう？そのままもう夏の甲子園堪能させていただきました。ありがとうございました。はい、食いしん坊アカデミーでは徳島の食に関する情報を募集しています。おすすめの旬の食べ物、もっと美味しく食べるための豆知識など、ぜひこちらまでお寄せください。待ってます。